観察1、太陽の一日の動き。1、透明半球を固定する。白い紙に透明半球と同じ大きさの円を描き、中心を通り直行する2本の線を引く。透明半球をセロハンテープで白い紙に固定し、2本の線を東西南北に合わせる。コツ、観察開始から終了まで透明半球に太陽光が当たる場所を選ぶ。2、太陽の位置を記録する。透明半球上の油性ペンの先端の影が円の中心と一致する位置に丸印とその時刻を記入する。1時間おきに記録する。シールを貼る方法、油性ペンの代わりに丸いシールを使うこともできる。ペン先の影と同様に円の中心とシールの影を合わせて透明半球に貼る。結果の整理、記録した点を滑らかな線で結び、太陽が最も高くなった時刻やその時の方角を読み取る。観察1、太陽の一日の動き、結果。結果から考えよう。1、太陽の位置を結んだ線が白い紙と交わる点は何の位置を表していると考えられるか。2、1時間ごとの印の間隔からどのようなことが考えられるか。3、太陽の見える方位と高さは一日でどのように変化していると考えられるか。結果の例、透明半球の記録。透明半球の記録を南側から見たところ、東側から見たところ